ラドベルゲン、ラートベルゲンは、ドイツ連邦共和国ノルトラインウェストファーレン州、ミュンスター行政管区のシュタインフルト軍に属す、町村である。この町は、人口7000人に満たない、軍内で、最も人口の少ない自治体である。ラドベルゲンは、2つの大きな町ミュンスターと、オスナブルックの中間、テックレンブルガーラントに位置しており、どちらの町とも、約 25km の距離にある。 町内をアウトバーン A1 号線と連邦道 B475 号線が通っている。西の町境付近をドルトムントエムス運河が通っており、ラドベルゲン運河港がある。町境のすぐ外側に接して、ミュンスター・オスナブリュック空港がある。地名の一部ベルゲンから想像されるのとは異なり、目立った隆起はなく、平均高度は海抜50メートル程度の比較的平板な土地である。 ラドベルゲンをラドベルゲナー,アー川が流れている。この川は、ラドベルガーミューレンバッハ川に注ぐ。この町は全部で6つの市町村と境を接している。テックレンブルガーラントに属すのが、テックレンブルク、レンゲリヒ、リーネン、ミュンスターラントに属す市町村は、ザーベック、グレーベン、オストベーベルンである。ラドベルゲンは、950年に、フレッケンホルスト修道院の文書に、 初めて記録されている。しかし古い墳墓の発掘調査によって、ラドベルゲンの長域ではすでに青銅器時代には定住がなされていたと考えられている。この町は1149年に独立したキルヒシュピールとなった。キルヒシュピールは、初めはミュンスター司教区、後にオスナブリュック司教区に属した。政治上は、このキルヒシュピールは、 テックレンブルク伯領の一部であった。1246年にラドベルゲンでミュンスター、オスナブデュック、ミンレン、コースフェルト、ヘルフォルトの各種の代表者によってラドベルゲナー都市同盟が結ばれた。これはその他の都市同盟やベストファーレンにおけるハンザ同盟の先駆けとなった。1400年頃、町の西部がミュンスター市教区に移管された。 1533年頃テックレンブルク博、コンラートにより宗教改革が行われた。その結果、ラドベルゲンの住民は、第二次世界大戦後まで事実上ほぼ完全に、福音主義を侵攻した。ミュンスターとオスナブリュックとの間に位置する、地理条件のため、1648年のベストファーレン条約締結の際、ラドベルゲンは、交渉者の宿液になるなど、 一定の役割を果たした。1707年、ラドベルゲンは、他のテックレンブルク白領を全域と共に、プロイセン王国領となり、1816年からミュンスターラント軍に、後にテックレンブルク軍に属した。この町は1855年に、ブロホターベックと共に、行政連合を形成し、政治的独立性を失うこととなった。第二次世界大戦でこの町は、 特に激しい爆撃を受けた。1平方メートルあたりの被弾数は当時のドイツ国内で最多であった。目標はミューレン・バフハ川が合流する付近でドルトムント・エムス・運ンガを決壊させることであった。この作戦は成功せずラドベルゲンは洪水から救われたが空爆によりラドベルゲン住民の命が奪われた。1949年10月1日付をもって ラドベルゲンは再び独立した。すなわち1907年から属していたテックレンブルク行政連合から脱退し、独自の行政体を有する自治体を形成した。ラドベルゲンは1975年1月1日にザーベックとグレーベンの一部を合わせて拡大し、廃止されたテックレンブルク軍から新たに創設されたシュタインフルト軍に移管された。 地理的特性やテックレンブルガーラントの福音主義の街という歴史的発展の特殊性はラドベルゲンにいくつかの特殊性を与えた。福音主義教会ラドベルゲン福音主義教会福音主義教会の教会堂は19世紀半ばに建設された。この教会堂は街の中央の丸くと広場沿いにある。ラドベルゲンの福音主義教会内の荒いラ,ライバンは大きな貝殻から作られており、 宣教師、ハインリヒズンダーマンによって、ラドベルゲンの教会に寄贈されたものである。カトリック教会聖クリストフォルス教会中にはの聖クリストフォルス像、第二次世界大戦後、シレジア地方からの逃亡者によって、ラドベルゲンにカトリック信者が流入した。当初彼らは、福音主義教会の教会堂で、ゲストとして礼拝を行っていた。その後、 1961年に木造の仮教会堂、1980年にバルト勢通りに教団センターを持つ聖クリストフォルス教会を建造した。2005年10月の教会剣道25周年、記念年にそれまであった金に加えて新たに鋳造された2つの金が設置された。この頃に教会の歴史を記述したニヒトアウススタイナン。 ゾアンダーンアオスメイシェン・ゴバウトが刊行された。聖クリスト・フォルス教会のほぼすべての芸術的装飾は、コースフェルトの意思兼彫刻家、エゴン・リヒテによって制作された。現在、聖クリスト・フォルス教会は、レンゲリヒ、リーネン、テックレンブルクのカトリック教会と共に、副社、ニールス・主ュテンン教会区を形成している。宗教統計この表は、 福音主義が優勢のテックレンブルガーラントに属し、カトリック優勢のミュンスターラントと対峙するラドベルゲンの地理的な位置を意味している。現在ラドベルゲン住民の2、3が福音主義、1、4がカトリックである。ラドベルゲンの町役場ラドベルゲンの町議会は、選挙で選出された22人の議員と町長の計23議席で構成されている。 フードデッカー系二匹は2009年8月の選挙で、町長に選出された。全民のボルフガングメーネブレッカーは立候補しなかった。デッカー系二匹は2014年の選挙で再選された。ズンガラ、長部は赤字に2匹の金の鉢。主部は銀字に3枚の赤い水蓮の葉。2匹の鉢は、何、世紀にもわたって、養蜂業が営まれてきたラドベルゲンのアレチや、 失地の立地を表している。文献によれば、すでに950年には、農民たちが、フレッケンホルスト修道院に蜂蜜を奉納していた。三枚の水蓮の葉は、ラドベルゲンが、テックレンブルク博領の一部であったことを、象徴している。この衣装は、旧テックレンブルク博の紋章から取られている。ニューノックスビルは、ラドベルゲンから移住した人々が築いた町であり、現在でも、 同地の老人たちは典型的なラドベルゲン方言を話す。かつて、ラドベルゲンから移住した家族のアメリカ人の子孫たちに、刑務学に多大な興味を持つ者がいたため、第二次世界大戦後、信頼性の高はあるものの多くの私的な研究が行われた。祖先が、ラドベルゲン出身であったニール・アームストロングが九百六十九年に、初めて月に行った人物になって以降、 多くのラドベルク住民がアメリカの親戚たちに興味を持ち始めた。このため現在では、ラドベルゲンに古くから住む住民の多くについて、ニール・アームストロングだけでなく、親戚関係が証明されている。アウトバーン A1 号線のラドベルゲンインターチェンジ。立体交差の元を通るのが A1 号線、上を通るのが連邦道 B475 号線旅館。 通アポストラドベルゲンとその住民は20世紀半ばまで農業に依存していた。しかし、この地域特有の痩せた土地であったために人工肥料を与えることでやっと収穫が得られるという状態であった。第二次世界大戦後に小規模な商工業が起こった。近年では観光業を経済ファクターとして強化する試みが行われている。21世紀になって、 交通の便が良い立地であることから運送業者や流通業者、さらには中小企業が街の周辺部や工業地域に進出してきている。ラドベルゲンは比較的良好に構造改革を果たし、二つの上級中心都市、ミュンスターとオスナブリュック及び中級中心都市グレーベンやレンゲリヒの中間に位置していることから失業率は比較的低い。この街の財政は 増加する産業税収入と債務を継続的に削減しようとする努力の結果、債務の比較的少ない状況にある。ラドベルゲンは数十年の間に農業を主体とする村からトイトブルクの森に近く交通の便が良い場所にある魅力的で活気のある町に変貌しつつある。インターチェンジによって直接アクセス可能なアウトバーン A1 号線の他に、 連邦道 B 四 B475 号線がこの街を通っている。ドルトムントからエムス川に至るドルトムントエムス運河は、その過程で、ラドベルゲンとグレーベントの町境となっている。町境に近いグレーベン市内に、国内外への接合点であるミューンスター、オスナブリュック空港がある。ラドベルゲンには、レンゲリヒ及びミューンスターへのバス路線が、定期的に運行している。さらには、 オスナブリュック行きの列車に接続するカッテンフェネ駅行きの乗り合いタクシーも運行している。この他にラドベルゲン中各部の環状交差点にオスナブリュック行き高速バスが停車する。ラドベルゲンでは数多くの各種飲食店が営業している。ラドベルゲンには2つのキャンプ場のほか約150床相当のホテルがある。 バイオガス施設2005年にラドベルゲンの町外れに3基の風力発電機が建設された。2006年に開業した2つのバイオガス施設とともに、この町は純粋な計算上では電力自給が可能である。さらに、ラドベルゲン運河港の作油所の敷地に大規模なバイオガス施設が建設されている。この施設は、ラドベルゲンのエネルギー需要の何倍もの電力を 生産することが期待されている。病院、ラドベルゲンには固有の病院がない。最寄りの救急病院は、レンゲリヒにある、ヘリオスクリニークである。青少年センター、新しいロット体育館に隣接した、ラドベルゲン青少年センターは1980年代から存在しており、週に5日間の開館中は、若者たちが気軽に待ち合わせたり、共同の活動を行うことができる。 町立図書館町立図書館には約1万2000点の資料が収蔵されている。これには書籍の他 CD やカセットテープも含まれる。児童書や青少年向けの図書に重点が置かれており、この分野の蔵書が5169点を占める。2009年には2万7343件の貸し出しが行われた。年間5000ユーロが新たな購入や、 材料費に支出される。ゼニオーレンシュテュープヒエンかつて、アナオバサンコとアナエルリヒが営んでいた書籍、雑誌販売店には、現在、ゼニオーレンシュテュープヒエンがある。ここでは、多くのラドベルゲンの高齢者が、手工芸を行ったり、カードゲームをしたり、あるいは雑談に興じたりしている。このとても小さな建物の部屋の一つには、かつて村の牢獄があった。 幼稚園ラドベルゲンは人口約6500人の町としては比較的多くの幼稚園あるいは保育所が整備されている。例えば以下のものがある。郷土博物館ラドベルゲン郷土博物館。郷土博物館は町の郷土協会によって町に近い農場内で公開、運営されている。ここには2005年に福音主義協会から取り外された金が新たに設けられた。 金貨に展示されている。この他にラドベルゲンの昔の生活について知ることもできる。ケーニヒスバッケスケーニヒスバッケスイコール、王のパン焼き小屋は、ラドベルゲンの最も古い建物で、1624年に建造された。この小さな建物は、郷土教会によって修復され、豊富ケーニヒのヘルター農地にある。ここでは、 パン職人が釜でパンを焼く様子を肩越しに見ることができる。エルペンウェック穀物水車穀物水車小屋エルペンウェック穀物水車は建造文化財に指定されている。この水車小屋はエルペンウェック農場の敷地内にある。この水車は1840年に完成した作油、天の繊維絞り、チコリ引きの水車で1991年に修復された。見学は 基本的にガイド付きで行われる。このガイド付き見学コースでは、粉引き小屋の技術的な詳細のみならず、その歴史的な背景についても知ることができる。ザウアークラウト記念碑ザウアークラウト記念碑1910年にカットマンスカンプの森に混流された石碑は、1870年にタイフランス戦に出生するラドベルゲン兵士たちがバーレンドルーフの兵舎に向けて旅立った歴史を記念している。 兵士たちは、町境で一旦停止して、同所で旅立ちの儀式が行われた。牧師が、聖書の記述を引用しつつ、激励と訓戒の言葉を送った。その後一緒に、コラールが歌われ、握手が交わされた。その情景は、現在も、なお碑文に刻み込まれている、神が我らと共にあらんことを、1870年7月21日午前3時。 バルト税とブデンクーレバルト税とブデンクーレの二つの湖は湖畔の水浴場のほか、それぞれに長期短期用キャンプ場が設けられている。ここでは様々なレジャースポーツが楽しめる。テニス、シュペックブレットやサッカーが隣接するボルツプレッツェンで行われる。二つの湖では定期的にレジャーダイビングも行われている。 オーケストラと合唱団1874年に合唱団アイニヒカイトが設立された。これが現在の男性合唱団 MGV ザンゲルスとの原型となった。有限とジングクライスは教師のヘルマン・ケーニヒの指導のもとでラドベルゲン国民学校の学校合唱団を母体に設立された。この他に現代のポップスをレパートリーとする混声合唱団 メロダイズプラスもある。福音主義教会合唱団と福音主義グラスアンサンブルは教会の祭事に参加している。ラントフラウフェラインから1980年にジングゲマインシャフトデアラドベルガーラントフラウが設立された。この他にはラドベルゲン音楽協会があり、コンサートや射撃祭、その他のイベントでオーケストラ音楽を披露している。 フリーデンスパルクフリーデンスパルク現在庁役所及び幼稚園として利用されている旧ラドベルゲン本家庭学校とミュレーレインバッハ川対岸の老人ホームとの間にフリーデンスパルクがある。広くはないが愛らしい公園でデータン採掘者の道やウバの道といった遊歩道が通っている。データン採掘者とウバは昔の貧しいラドベルゲン住民にとって 普通の職業であった。彼らを商用し、記念するために、ラドベルゲン町は、フリーデンスパルクにブロンズ像を設置した。クラブハンドボールと体操、TSV ラドベルゲン 1921EV は、ラドベルゲンで最も古く、会員数1200人を要する、最も大きなスポーツクラブである。TSV の女子チームは、1944年に、 ドイツ全国ハンドボール選手権大会の最終ラウンドに進出し3位を獲得した。1988年89年シーズンには TSV の男子第1チームは北ベストファーレンのハンドボール準チャンピオンとなった。サッカーラドベルゲンのサッカー愛好者たちは1971年にサッカークラブ FC バルトシェンケを設立した。それまでこの町には 組織的なサッカークラブがなかった。はじめは、現在の連邦道 B475 号線沿いの草地で活動していたが、後に、現在のミュンスターベイクソインの場所に移された。シニアチームは、イベンビューレントシリーグに参加している。また、1975年に、VFL ラドベルゲンが創設された。このクラブのシニアチーム、女子チーム、ジュニアチームは、 ドイツサッカー連盟の競技会に参加している。このクラブは、ケーニヒスブリュッケソイの屋外スポーツ施設を本拠地としている。卓球卓球愛好者らは、1961年から TTC ラドベルゲンで実力を発揮する機会を得ている。柔道1974年に、ラドベルゲン柔道協会 1974EV が設立され、 いくつかの注目すべき成果を収めた後、国内外の大会で上位入賞し、柔道ヨーロッパ選手権 U-17 部門で第5位となった。乗馬1948年に乗馬を愛好するラドベルゲン住民が集まり、ラドベルゲン育種、乗馬、キバクラブ e v が設立された。現在、シューレンブルガーベイク沿道の屋内及び屋外乗馬場をその所在地としている。 射撃クラブ射撃協会は以下の地区にあり、それぞれに射撃グループを持つ。スポーツ施設水浴場施設のあるブテンクーレ体育館1965年にラドベルゲンのスポーツ愛好者に運用を開始された旧体育館またはヤーン体育館の他に1980年に3階建ての近代的なロット体育館が作られた。校舎は 地元の基礎家庭学校の体育に利用されており、TSV ラドベルゲンのハンドボールチームの本拠地となっている。射撃場運動場ラドベルゲン、調律基礎家庭学校のすぐ近くに、短距離トラックと跳躍用ピットを備えた芝生の運動場がある。現在、この運動場は主に学校の授業で利用されているが、他の住民たちも自由に利用できる。 ラドベルゲンの南端にある近代的なシュポルトアンラーゲアンデアケーニヒスブルッケは主に VFL ラドベルゲンに利用されている人工芝のフィールドと天然芝のフィールドがありラドベルゲンのサッカー愛好者がタイトルと栄誉を争っているこの施設には近代的なシャワーを完備した更衣室ビーチバレーボールコート子供のための遊戯広場トレーニング場がある SG エルタは ミュンスターベックのサッカーグラウンドを維持管理している。ラドベルゲンの2つの水浴庫にもサッカー場がある。テニスコートと屋内テニス場ラドベルゲン調律基礎家庭学校の隣には TSV ラドベルゲンのテニス部門の施設もある。数多くあるテニスコートでラドベルゲンのテニス愛好者が能力を磨き試合を行っている。ラドベルゲンの2つの水浴庫にはテニスコートもある。 レンスベークには3つのコートを持つ屋内テニス場がある。ジョーバホール1977年からシューレンブルガーベークのジョーバホールはラードベルゲンジョーバクラブに利用されている。新しいジョーバホールはやはりシューレンブルガーベークにあり、街の中心から 1.5km の距離にある。このジョーバホールは2004年に建設され、ジョーバクラブ自身が運営している。この他に、 ベスターベイク沿道には私有の屋内乗馬場、ライターホーフテーゲルマンがある。ゴルフ場2006年4月、街の中心から約2キロメートルの場所に、通年オープンしている、ラドベルゲンゴルフ場が開設され、誰でも利用できるようになった。この施設は2007年に9ホールに拡張され、ラドベルゲンゴルフクラブが設立された。これらの文献は、翻訳元である、 ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。